ウィズコロナ時代の安心安全のおもてなし。京都府山城地域で唯一の造り酒屋常陽酒造、明治28年創業の老舗酒蔵です。木津川の伏流水で仕込まれる日本酒はまろやかな口当たり、旨味がありながらもすっきりとした後口で飲み飽きせず京料理を引き立てます。常陽市特産の梅常州白、その実は大きく桃のような香りがするのが特徴です。この常州白を使った梅酒も人気の一品。ここでしか作れない香り高い味わいです。感染対策として入店時にアルコール消毒、マスク着用を呼びかけ、従業員もマスクをつけています。京都産の祝い米を使った清酒などもございますので、ぜひともお立ち寄りいただいてご賞味いただけたらと思っております。